3番人気のサトノグランツは、特に見せ場なく10着に敗れました。弱すぎはロタ。うちのいいところにいるなと思ったら、いつの間にか後方になってた。川田をしてたけど全然進まなかったね。里のダイヤモンド3区に3000は長い。長距離で川田勝ったやつ。レコード激走の反動。3コーナーですでに手応えが怪しかった。マジで何の見せ場もなかったな。川田はマイラー。トライアルで燃え尽きてしまったんか。勇気が本命にしてたから調教は良かったはず。実はビッグウィークで菊花賞を買っている川田。神戸新聞杯で負かした相手に続々と先着されてしまったな。ディープの孫はクラシック勝てません。マンマレットジェネシス。ダービー11着。菊花賞10着。典型的なトライアルホース。長距離の川田がトレンド入りしててくさ。春天のボルドグ風種がどうなったかご存知ですか？一応ソウルオリエンスと同じ上がりは使ってるんだな。川田ジャパンカップ勝ったことないけどリバティ大丈夫なんか？10着、サトノグランツ。川田優が騎手。動かし続けたのですがついていけませんでした。最後まで一生懸命走ってくれましたが、もう少し時間をかければ、さらに良い馬になると思います。